若林区上飯田地区にオープンするのは完熟いちご屋さんさん園です。今日は報道関係者向けにプレオープンが企画されました。完熟いちごを使ったシェイクでは冷凍いちごを削ったいちご織りが贅沢に盛り付けられています。さらにさつまいもを使ったスイーツも楽しめます。こちらはさつまいもを凍らせて削ったスイーツです。いただきます。紅はるかのお芋がとっても甘みが強くて美味しいです。そしてこの食感がねっとりしっとり、そしてひんやりと不思議な食感です。このカフェは農業復興を目的に6次産業化を後押しする商業施設仙台ハーベストビレッジの中に整備されました。まずは多くの人たちに私たちのイチゴをまず本当に食べてもらいたい。やはり私も目の前にいるお客様においしいってやっぱり言われたいところがあるので。オープンはあさってで、冬には隣接するハウスでのイチゴ狩り体験も予定されています。